ミコトさんですよね。いかにも。いやでもさっき少しだけ見えてしまったあれはどう見ても女性の。あ、いやほんの少し見えちゃっただけなんだ。肝心なところは何も見えてないというか。いや、そうじゃなくて、どういうことなんでしょう。今見たものこそが真実なのだ。つまり、それがしは女、そして巫女というのが本当の名だ。驚いてますよ。でも巫女さんが女性だと納得のいくことがあるんですよ。納得のいくこと？ええ、前に巫女さんは弟が生まれたから家を出たと言っていましたよね。でも弟が生まれたからといってどうしてその弟が跡取りになるのかわからなかったんです。でも今わかりました。その子が巫女さんの家の長男だったわけですね。さよう。長い間それがしは跡取りとして男子として育てられてきた。だがそれも終わりとしよう。それがしはこれから生まれ変わる。女としてこの島で偽りなく生きていこうぞ。その自信は全くないが。いや、大丈夫だと思いますよ。巫女さんの悲鳴、とても女性らしかったですから。